皆さんおはようございます。まめです。来ましたよ、ついに。シムズ4新しい拡張パックのフォーレント賃貸物件パックん。なんか日本語にするとダサいな。フォーレント拡張パックのトレーラーが発表になりました。こちらの拡張パックは、太平洋時間の12月7日に発売になるそうです。そして、1月18日までに購入、あるいは予約すると、早期購入特典として、これらのアイテムがもらえるそうです。ということで、いつも通りトレーラーを最初から見て気になった とところで止めながらリアクションしていいいきたいと思います海沿いの街って感じですね。なんかこの雑多なアパートが連なってる感じとかがすごくいいですね。東南アジアにインスピレーションを受けたパックっていうのは、まあリークの情報からで分かってましたけど。あ、見てめっちゃアジアですね。この後ろの建物めっちゃかっこいい。すごい、ケンケンパーしてる。いいなぁ、子供が遊べる要素が増えるのは本当に嬉しい。おー、アパート作ってるおー、素晴らしい。いいですね。 アパートメントを自分で作ることができると、ルーフトッププールがありますね。屋上にプール作れるんだ。いいアパートだ。あ、これがプロパティオーナーということで、大屋さんのシム。ああ、この植物かわいい。いいね。こちらはテナントということで、入居者の一人っていう感じかな。アパートっぽいね。素晴らしいですね、このポストも。こちらもテナント。なんか文句言ってたね。お。 覗き見というか、盗み聞きしてる。そんなこともできるんだ。で、大家さんがなんか修理してましたね。あ、またまたまたね。炊飯器じゃない炊飯器だよ。炊飯器があるの嬉しい。お茶も入れてる。素晴らしいですね。アジアだ。 ちょっとすいません、戻るんですけど。この虎の人形、幼児が遊んでる。うわぁ、嬉しい。幼児が遊べるというか、インタラクションできる人形のバリエーションが増えるのがすごく嬉しいですね。あー、ご飯が美味しそう。パッタイもあるし。春巻きかな、これは。めっちゃ ゃいいですねチごーい。子供向けのコップ可愛くないあー、やっぱあれですね。炊飯器ですね、これ。で、待って、しかも、これ、ケトルケトルかなさっきちょっとおばあちゃんらしき人がお茶入れてたけど、気づかなかった。ついに、ケトル。ケトルって日本語でなんて言うんだろう夜間。夜間じゃないな。ちょっと待って。湯 <laughs> 沸かしポットですね。湯沸かしポットっていうこういうのが追加されてるんですね。嬉しいねー。あー、うるさいんだ。音がね。 これははシティリビングの騒音問題と同じじっていう感じではあ、りますよねあ、電気が消えた。ああ、そういう問題も起こるんだ。なるほどね。で、大家さんが直しに来たみたいな感じ。ナイトマーケットだ。あフィッシュマーケットじゃん。すごーい。いいね。めっちゃアジアだ。この髪型かわいいな。この島は何をやってるんだろう。わかんないな。東南アジアの文化に疎くてすいません。屋台も新しい種類のが増えるっぽいですね。アイテムを売ったりして。 かわいい。あ、ええええ侵入してる。人の家に侵入してるよ。あ。 今ね、マーケットで楽しんでいたシムたちの家が狙い目だと思って、このシムはあの人たちの家に侵入したわけね。そんなことができるんだ。前作のシムズでは泥棒というか強盗がいましたけど、実際に自分で人の家に入り込むこともできるんですね。このパックでは。このベッド可愛いなラグも素敵。あ、すごい。和風のトイレだ。あ、カビが汚い。え、やばいやばいやばい。汚い汚い,汚い。汚すぎるけど、 え、何何何何えちょっと気持ち悪いんだけどえー <laughs> どうなのそれはカビで感染症になって死んじゃった よやばくないちょっとそれ。いやなんか、あれだね。その、大家さんが、その、カビの問題を、この表情で、分かってはいたけど、無視してたから、こんなにカビが広がっちゃって、そんで結局、この家に住んでるこのシムが、亡くなってしまったと。相当ひどい大家さんじゃないていうか、どうなんだろうこういうの。分かんないけど、日本ではあんまりないかもしんないけど、私の住んでるイギリスでは、住居の環境が悪くて、カビが居住している人々に与える、健康被害っていうのを、 結構深刻な社会問題なんですよ。<laughs> それをこういう風になんかお直っていいのかっていう気持ちはなきにしもあらずですけれども。え、なんかさ、屋根の上に装飾があるね。しかもこのトリム。屋根のこの下につける装飾みたいなのもある。かわいい。ルーフトッププールですね。楽しそう。ちょっと待って。なんか子供がビー玉で遊んでますね。懐かしい、こういう遊び。いいね。子供ができるようになることが増えるのは、もういつでも大歓迎。 なんかお金渡してる。何だ何だろうえ待って待って、さっきのカビで死んだシムがさ、ゴーストになってまでカビを蔓延させてないねえ、なんかそういうのさ、どうなのあんまりいい気持ちにならない人もいると思うんだけど、こういうのめると。ねえ、どうなんでしょうね。あ これね、ちゃんと見せてくれたわ。アップで。あ、ビーダムかわいい。いいよ。すごくいいよ。この子供の遊びに関しては。いいね。あー、かわいい。こっちはすごい街中っていう感じでしたけど、こういうリゾート系の建築もできるんですね。このスパンドレルめっちゃ可愛いな。ドアも可愛いあとこの空いている窓と、このカーテンらしきものがあるのも、すごくおしゃれで繊細なデザインが素敵ですね。これは結構トラディショナルな感じなのかな。ほー、ということで。 ゲットビジー12月7日発売ということでしたいいね。東南アジアの文化表彰がゲームに今までなかったですからね。一部の人にとっては非常に待ちわびた嬉しい拡張パックなんじゃないでしょうか。詳しいニュース記事も出ていたので読んでいきたいと思います。ザ・シムズ4・フォーレントエクスパンションパックで家主として成功するには、お隣さんを文字通り集めて複数のレンタル住居を運営しましょう。ということで、まあ、リークが出ていた ので予想はしてたっちゃしてたんですけど絵画のように美しいとまらんでドアを開いてレンタル住居という新しいチャンスを見つけましょう家主または借家人になってご近所との触れ合いを体験しましょうさらには複数のレンタル住居を管理したりとかそういうビジネスの選択肢もあるわけですねさらにマンション2世帯住宅集合住宅など様々な住宅を作ることができますということでこれ私はすごい楽しみだなぁ一つの区画に複数の の世帯を住まわせることができるっていうことですよね素晴らしいまたシムズ4に遊び方のバリエーションが増えていろんな遊び方の可能性が出てきますよね東南アジアにインスパイアされた伝統と現代がユニークに融合したこのワールドでは多種多様なワクワクする新しいコミュニティのアクティビティを発見できます東南アジア文化の要素を反映するためザ・シムズチームはアジアン・アメリカンのラッパー社会正義の支持者で東南アジアに家族のルーツを持つ文化のエキス パートジェイソン中と協力しフォーレントエクスパンションパックでプレイヤーが個性を探求し表現するための選択肢を増やしましたということで良かったちゃんと文化アドバイザーがついて制作してるんですねいやなんか毎回同じこと言ってるかもしれないですけどやっぱこういうのってカルチュラルアプロプリエーション文化の盗用になりかねないじゃないですかなのでまあそういう意味でね気をつけて作っているなという気はしますよねありがたいですねチームが大都会の喧騒から離れたく なった時は植物園の緑に囲まれた安息所でリラックスしたり動物の聖地を訪れたり精霊の家にお香や果物などの捧げ物をできますし子供のシムは公園でけんけん遊びやビー玉遊びをできますいろいろ面白いそうな要素が増えますね住宅要素だけじゃないんだなっていう感じがします新しいレンタル住居に引っ越したシムたちにとってお互いの生活に関わらないでいるのは不可避です盗み聞き、鍵回り、さらには侵入でお互いの秘密 を発見「するチャンスだっっっててたぷりりあますすとかか言なんかすごいポジティブなトーンで言われても」って感じですよね <laughs>「<laughs> 街の象徴であるナイトマーケットに向かい夜の散歩としゃれ込みましょう」「カオニャオンマムアン豆腐入りパッタイパンシッ とビホン、ビルマのサモサスープバインクオンなどを家で料理して地元民のような食事をしてみましょうハッタイ以外全然わかんないけどめっちゃ美味しそう食後にはぜひハロハロやタイのアイスミルクティーをだってへーいいですねそれはお、これがあれですね複数の世帯が一つの区画にある様子を見せてくれてるんだと思うんですけど多分この色で分けられている部分が違う世帯ですよっていうことなんだろうなこっちのブルーの家 に住んでいる家族とあ見てベランダに子供がけんけん遊びするやつとかつけててめっちゃかわいいこれそれからこっち側には別の家族が住んでますよっていうことなんだろうなめちゃめちゃ楽しみだな 一回集合住宅みたいなのを作ってみたことあったんですけど結局複数の世帯が一緒に住むことできないし完成させないまま諦めてしまっていたものがあるのでこのパックを購入してちゃんと機能する複数世帯の住宅を完成させてみようかなっていうやる気が湧いてきましたザ・シムズ4史上初シムズファンは複数のシムの世帯が同じ区画に住める完全にカスタマイズ可能な複数ユニットの家を建設できるようになりましたこれ は居住可能なザシムズ4のワールドならどこでも可能です。ということで、この機能はこのワールドだけにとどまらず、他のワールドでも使えるということですね。うーん、楽しみだな。sim に地下室のスイートを貸したり、仲のいい世帯向けに2世帯住宅を建てたり、大家族のための広い集合住宅だって作れます。これはめっちゃ楽しみ。いや sim に地下室のスイートを貸したりって書いてあるけど、まあ、別に地下室じゃなくても、例えば大きな家作って。その そのうちの一室を誰か他の SIM に貸すみたいなプレイもできるってことですもんね。それめっちゃいいな。今までにない遊び方ができるから、ディスカバーユニバーシティでね、ルームメイト制度はできるけど、でもそれはお互い対等な関係だったので、これは公屋さんと居候みたいな感じでね、そういう新たな SIM 同士の関係性を作ることもできますもんね。家はリラックスできるものですが、虫の大量発生のようなサプライズやカビなどの問題に加え、評価があまりにした ままままで落ちててしししううととと主は着人の氾濫に直面してしまうこともありますとなるほど結構リアルですね <laughs> フォーレントには4つの新しい願望5つの特質え5つの特質結構多いね新しい恐怖が登場しましただって借家人は立ち退きを経験する可能性があるってそのためふさ 方によるる立ち抜きを恐れる恐れ怖症が登場しましまた <laughs> <laughs> なるほど。リアルだわ。願望もちゃんと説明してくれてる。珍しくない何でも影もある秘密ハンター。五つ星の不動産オーナー。トマランの知識の泉。明敏な借家人。え、特質も説明してくれてんじゃん。素晴らしい。詮索好きふとっ ううんざり、うんざざりりな特質ってて何村の子そしてシニア限定で懸命になりますだって面白いシニア限定の特質って初めてじゃないですかいいですね。いつもシニアって結構忘れられていることが多いので、新たなパックが出る時にね。ちゃんとシニアのことも考えられてるんだなって感じですね。で、最後はあれですね。恒例の早期購入特典のお知らせですね。2013年12月7日、北米時間の発売です。日本人 時間でででははは8日に日に付が変わった頃かかかななとということでどうこどすか皆さん私はカビのの問題の部分以外はめちゃくちゃゃく楽しみかなまあ、最初にも言いましたけど、やっぱり今までなかった東南アジアの表彰がチムズ内のゲームに入るのがとても嬉しいし、まあ私もアジア出身として結構なんていうか見慣れたアイテムとかもね、あったりするので嬉しいなっていう気持ちはします。そして大家さんとしてのビジネスの選択肢も増えるし、着屋人としての のプレイ要素も増えるし拡張パックという名にふさわしいいろいろなゲームプレイ要素が拡張されるパックですねこの炊飯器も地味にめちゃくちゃ嬉しいかもしれないあと湯沸かしポット街と海辺の融合っていう感じのワールドもとても素敵ですよね、まあ、若干 一間シティリビングと色々と被るところがありそうではありますけれどもこうやってね自分でアパートを作ることができたり複数の世帯が一つの区画に住むことができるっていうのがかなり楽しみですね私としてはまあ、一番の私の悩みはですねこの発売日が会社のクリスマスパーティーの日と被りそうっていうことなんですよねこの拡張パックを発売と同時にプレイするために会社のクリスマスパーティーを欠席するかどうか ということで、皆さんのご感想もぜひぜひコメント欄で教えてください。多分拡張パックなので、また1週間か2週間後ぐらいにね、ゲームプレイ要素のトレーラーが出るんじゃないかなと思います。なので、その時はまたこういう風にトレーラーリアクションの動画を撮りたいなと思っておりますので、また様子を見に来ていただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。まだしていない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、皆さん 良い一日をお過ごしください。またねー。